金沢高等師範学校は1944年3月に石川県金沢市に設立された管理の中等学校男子教員養成機関。略称は金沢講師。金沢大学教育学部の前身であり、同大学の理学部、法文学部も一部その流れを組むとされている。1944年3月18日、高等市販学校の改正交付をって、 設立された。設立された背景として、それまで高等師範学校は1886年に東京高等師範学校、1890年には東京女子高等師範学校、1902年に広島高等師範学校、1908年に奈良女子高等師範学校が開設されていた。ところが、戦争による自局悪化の中で、 大学卒業者が不定し、中等学校教員が不足したため、急遽高等師範学校の増設が図られたのである。特に理工系人材が不足し、その要請が急務であった。金沢高等師範学校の理科は三部に分かれ、一部、数学、二部物証、三部生物であり、生徒定員は各部とも30名、合計90名であった。 そして敗戦後の1947年からは理科に加えて文科が置かれた。なお、東京高等師範学校に文科理科、体育科、芸能科、広島高等師範学校に文科理科、東京女子高等師範学校に文科理科、家政科及び体育科、奈良女子高等師範学校に文科理科、家政科が置かれたのに対し、 後発の金沢高等師範学校、岡崎高等師範学校は理科のみであった。これは戦時体制下にあって重視されつつあった科学戦に対応するための理数系教育にあたる教員養成の強化であったことが背景にある。1948年に初めての卒業生72名が卒業した後、1952年3月9日の 第5回卒業生まで合計415人の卒業生を送り出した1945年12月26日付文部時間通帳を持って特別科学研究班が設置された。これは我が国科学及び技術の飛躍的向上に資する目的を持って全国各地の科学に才能を持った児童、 生徒を組織して緊急に英才教育を実施しようとするものであった。設置されたのは東京、広島、金沢各高等師範学校と東京女子高等師範学校の4校であった。金沢高等師範学校では1945年から国民学校初等科第4学年1学級と中学校第1学年1学級を皮切りに付属の 特別科学学級を発足させ、科学技術に天分を有する児童生徒を教育することとなった。これらの児童生徒は1クラスのため、直接付属学校の形を取ることはできず、初等科生徒は石川市販学校男子部付属国民学校に、中等科生徒は石川県立金沢第一中学校に委託設置の形を取らざるを得なかった。この 特別科学学級入学者選抜範囲は北陸4県を中心とし、必要に応じて東海、近畿の各府県からも推薦が可能であった。児童生徒は学と勤労動員の場合といえども学習を継続せしむるよう適宜考慮され、中学校卒業時には現行放規に制約せられることなくその力量、希望などに応じて上級学校に進学せしむる道を開くことに、 なっており、さらには彼らの進学のために国家として科学技術要員を養成する特殊機関を設けることさえ構想されていた。東京高等師範学校長は東京分離科大学教授から広島高等師範学校長は広島分離科大学教授からそれぞれ文部大臣が任命することになったが、金沢高等師範学校の場合は直属大学がなかったために 校長は、直人とされた。第二代、塩野直道初代、倉林原志郎文部省図書館修課長より転じる。二代、塩野直道文部省図書館修館、第二編集課長より転じる。三代、庄司彦六元台北帝国大学教授、工学部長。金沢市から中村町国民学校の校舎、敷地の寄付を受け開校したが、1946年9月には、 同市の田町180番地に移転した。詳細は、金沢大学附属高等学校、中学校を参照金沢校指導総会。開始、無限を発行している。山田昇、登る、1935。山田昇る、1935山田昇る1 9 3 5戦後日本教員に養成し研究。東京、風間書房 ISBN4 から759908447、奥区29034393、https コロンスラッシュスラッシュ www.worldcat.org スラッシュ oclc スラッシュ 29034393? 北斗量子語、計量漁北斗 .world.cocan.jp 2020年9月28日へ閲覧。ありがとうございます。